介させていただきますのは川崎ゼファー海グリーンタイガーのご紹介です。こちらですね、細かいところまでメンテナンスの行き届いている1台となっております。とてもコンディションのいい1台です。早速ですね、ご紹介させていただきます。はい、まずヘッドライト周りですね、大きな点灯傷、レンズ割れ、メーターカバー割れなどももちろんございません。ウィンカーのステー折れ、レンズ割れなどもない状態です。フロントフォークもですね、大きなにじみや漏れもちろんない状態となっております。フロントフェンダーにですね、大きな点灯傷割れもちろんない状態です。フロントホイールですね、ブラックホイール、こちらもですね、大きなガリ傷、曲がり、腐食、錆、こういったものも少ない状態となっております。アウターもですね、錆や腐食とても少ない状態ですね、綺麗な状態に保たれております。タイヤ溝もですね、まだ残ってますので、そのままお使いいただけます。はい、エンジン周りです。ヘッドカラーのオイルにじみ、各所オイル漏れ等もなさそうですね。キャブレーターカーのガソリン漏れ、こういったものももちろんございません。森脇さんのですね、エンジンスライダーも装備しております。メインフレームにですね、大きな錆や腐食、目立つ限りのですね、そういったものがなさそうですね。とても綺麗な状態です。ステップ曲がりなどももちろんございません。サイドカバー割れもない状態です。マフラーはですね、純正マフラーとなっております。リア周りです。リアもですね、もちろんのことながらブラックホイール、こちらも大きなガリ傷、曲がり、そして錆や腐食、こういったものもない状態となっております。タイヤ溝もですね、まだ残ってますので、そのままお使いいただけます。テール周りはですね、純正をキープしている状態となっております。綺麗な状態ですね。はい、シートです。前後ろともに大きな切れや破れもちろんございません。非常に珍しいですね、綺麗な状態に保たれております。タンク周りですね、大きな点灯傷、へこみない状態ですね。ではタンク内です。はい、タンク内はもちろんですね、錆腐食とても少ない状態です。ではエンジンの方ですね、始動していきます。1台ですね、細かいところまでメンテナンスが行き届いている、とてもコンディションのいい1台です。皆様にですね、お問い合わせお待ちしております。